ちょっと研究所に行ってきます。夕飯までには戻るから。
当な長ささえあれば何でも構いません。棒状のものなら。先輩、手を離してください。転んでしまいますよ。この辺りにうちの道場があります。竹刀をすぐに取ってきますから、先輩はそのまま追いかけてくれませんか。大丈夫です。それにかかる時間は10秒にも満たないと思います。
なたが素人だとしても刃物を持っている以上手加減することはできません。大丈夫。大丈夫です。ただ、緊張から解放された途端、力が抜けてしまっただけで。私も、真剣を相手にすることは、あまりないですから。先輩は大丈夫なんですか？よかったです。万一のことがあったらどうしようかと。すみません。すみません。ただ、もう少しだけ。警察から電話が来た時にはもう心臓が止まるかと思ったわよ。
お兄ちゃんとうとうなんかやらかしたのかと思って。お騒がせしました。ただ立派なことだからよかったけどね。犯人逮捕に協力なんてさ。兄ちゃんも正直見直しちゃったわよ。実際かもしれないわね。あの先輩、リコさん。何？学校ではこのこと黙っていてもらえませんか？だからです。あまり目立ちたくないんです。そうなんだ。了解。ありがとうございます。では私はこれで。バイバイ。こんばんは。私はただの散歩です。夜桜が綺麗なので。風流です。お団子も大事な要素ですよ。はい、お勤めは夕げを作るまでですから、あとは自由時間をいただいています。ですね。フレンドではあります。八百屋さんのご主人です。
一緒に散歩をしてるだけですよ。魚屋さんのおかみさんです。商店街での買い物は毎日です。それで皆さんに覚えてもらっているのではと。嬉しいです。毎日買い物することでしょうか。あ、大五郎さんです。いえ、飼い主さんは知らないです。名前くらいは教えてくれるものだと思いますが。そうですか。昨日も見たんですか。動物にも伝わってくるものはありますよ。
そうなんですか？確かに。夜の散歩は私はよくするので、しばらくは気をつけてみようと思います。教科書も？持って帰ってないの？家に。予習復習は？しょうがないんだから。授業聞いてないの？真面目。意味わからないし、ほら、ここ。ダメなやつ。バカじゃない？ほら、じゃあここに座って。追い出していい？ダメな生徒に私がみっちりと教え込んであげる。
豆知識みたいなの教科書のどこにも載っていなかったはずだけど。英語だけね。まあそうかな。自分で頑張りなさいよ。どういたしまして。起きて。ね、もう朝だよ。どういうルール？別に3秒くらいだったらいいけど。3秒じゃなくなるし。しない。降りてくる。